寿司のご飯、小さな力持ち。今日はなんてたっていい天気、ピクニックと参りましょう。マグロ、カツオ、ヒラメ、イカ、くんしっかり捕まったかな。おっとエビさん、尻尾が出てるよ。卵さん落ちないでね、うへー。でもなんとか全員乗っかって、本部組の出発です。はい、お寿司のピクニック、お寿司のご飯、優しい力持ち。畑のみんなもおさないね、ノリで巻いて出かけましょう。キュウリに梅菜とおしんこ、かんぴょうさんの友達。あら、あとからここおにしいとけ、まとめて太巻きかしら。でもなんとか全員間に合って、ラゴン組も出発です。はい、お寿司のピクニック。さあ次は何組かな。そろそろ行きますよ。僕らお寿司のご飯、まだまだ力持ち。ほらほら可愛い赤ちゃんもカゴをつけて大丈夫。飛び一個、カニ一個、いくらに筋子、そっと気をつけて。他にもウニ、クン、シラウオ。あなた、ここは違うでしょ。あら、でもなんとか全員乗っかって、ゆりかご組出発です。はい、お寿司のピクニック、さあ元気に全員集まって。食べたらあとはほっとけば、なんだか丸いいい気持ち。みるみる泣きべそも元通り。人形の兵隊勢ぞろい。
チクジランラララ、ブクブク海の中、賢いイルカが時間を聞いた。クジラクジラ今何時、今クジラ。クジラの時計は9時、クジラララ。クジラクジラ今何時、今クジラ。の煙突、数字の2はなーに、お池のガチョウ、数字の3はなーに、赤ちゃんのお耳、数字の4はなーに、かかしの弓矢、数字の5の鍵よ、数字の6はなーに、たぬきのおなか、数字の7はなーに、壊れたらあば、数字の8はなーに、棚のだるま、数字の9はなーに、おたまじゃくし、数字の10はなーに、煙突とお月さま。ポンポントマトちゃん、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 トマトちゃんとかくれんぼ、ないないばあ。ポンポントマトちゃん、ポンポントマトちゃん、トマトちゃんとあふれ、チャプチャプチャプ、トマトちゃんといっしょばよ、トマトちゃん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 。
ぶた、こぶた、たぬき、たぬき、きつね、きつね、ねこ、ねこ、こぶた、こぶた、たぬき、たぬき、きつね、きつね、ねこ、ねこ。今度は鳴き声でやってみるよ。ブブブ、ブブブ、ポンポコポン、ポンポコポン、コンコン、コンコン、にゃお、にゃお、ブブブ、ブブブ、ポンポコポン、ポンポコポン、コンコン、コンコン、にゃお。だんだん速くなるよ。こぶた、こぶた、たぬき、たぬき、きつね、きつね、ねこ、ねこ、こぶた、こぶた、たぬき、たぬき、きつね、きつね、ねこ、ねこ。今度は鳴き声。うぶぶ、うぶぶ、ポンポコポン、ポンポコポン、コンコン、コンコン、にゃお、にゃお、ぶぶぶ、ぶぶぶ、ポンポコポン、ポンポコポン、コンコン、コンコン、にゃお、にゃお。おしまい、おしまい。動くもの大好き、大くカマキリ。今日も腹ペコ。シャカ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 。あ、アリさん見っけ。サラ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 。でもでも僕は知っている、自分より重いもの、どこまでも運ぶよ。家族仲間みんなのため、でも我慢。動くもの大好き、遠くカマキリ。いつも腹ペコ。シャカ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 。あ、ハチさん見っけ。サラ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 。でもでも僕は知っている、ハチさん蜜を運ぶから。我慢。動くもの大好き、遠くカマキリ。やっぱり腹ペコ。シャカ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 。あ、セミさん見っけ。サラ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 。でもでも僕は知っている、土の中で何年もずっとじっと待ってる、なんだ人の。セミさん食べられない、スコ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 、腹ペコペコ。でも我慢。動くもの大好き、僕カマキリ。お腹ペコペコ。シャカ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 。でもでも頑張るペコリンコ。お腹ペコペコペコリンコ。Oh,
魔法の竜が暮らしてた低く秋の霧たなびく入り江少年ジャッキーは友達で毎日仲良く遊んでいた。パフは冒頭を漕ぎながらジャッキー尻尾に乗せて海原を行く。海賊船は驚いてすぐに旗を下ろし挨拶した。やがてジャッキーは旅に出て、パフはただ一人寂しく暮らす。そして今も入り江にはパフの声がして